世界初じゃないですか。YouTuber のヒカル君と青汁王子がですね、リモート国会、ガーシーが国会議員になったことで、ハロー YouTube。 参議院議員選挙、投開票日行われまして、なんとですね、NHK 党から出馬していたガーシーさんがですね、なんとリモート選挙で受かったということで、世界初じゃないですか、こんなリモート選挙で受かるなんて。ドバイにいるらしいですけれども、もしですね、彼が国会議員になったらですね、どうなるんだろうということをですね、このチャンネルでもお話ししてきましたけれども、まずですね、当面その日本に帰る気はないと、当面というのはですね、いつかは帰りたいっていうふうにおっしゃってましたけれども、もしですね、これ当面帰れないとなるとですね、リモート国会的なですね、こうなんか iPad かなんかをこう置いてですね、そこから参加するみたいなことがですね、もしかしたらあり得るのかなと。実際ですね、れいわ新選組が、特定枠でですね、障害者、ALS かな、なんか体が全然動かない方がですね、国会議員になられたということで、国会のバリアフリー工事なんかがですね、積極的に行われたなんていう話があるんですけれども、そのような形でリモート国会というものがですね、もしかしたら実現するかもしれないなってのは一つあります。でもう一つはですね、これはもう本当に彼の暴露話の信憑性についてのお話なんですけれども、多くの人たちはですね、どうやってその話が正しいか正しくないのかを判断しているかというと、これ実はですね、その話を論理的科学的に解析をして、この話は正しそうだとか、この話はちょっと前唾だろうとかっていうふうに思ってるわけではなくて、大半の人たちはですね、誰が喋ってるか、お話の信憑性を判断してるんですね。僕が話してる話と医者が話してる話だと、医学に関して言うと医者の話を信じちゃいますよね。それと同じでですね、その人のブランドだったり格だったり、そういったもので、大半の人はそうやって物事の信憑性を判断している。ガーシーが国会議員になったことで、参議院議員になったことで、いやまさか議員がそんなね、嘘みたいな話しないだろうというふうに考えてですね、ガーシーの話の信憑性がものすごい上がってしまうような状況っていうのはこれから来ると思います。だから彼にですね、暴露話をされている方々、芸能界の方々もそうだし、経済界の方々、もしかしたら今度政界の方々の暴露話みたいなものが来るかもしれません。そのことによって彼の話の信憑性、今回議員になったことでうなぎ登りに上がりました。非常にその暴露されている方々にとっては非常に危ない状況なのかなっていうふうに思います、客観的にね。でこれまでですね、例えば週刊文春とかフライデーとかですね、老舗の、週刊誌、こちらに出ているですね、情報の方がむしろ信用されていたし、そちらの方がですね、バイングパワーがあったわけですけれども、これからそのネタの垂れ込みですね、俺はこんなネタ持ってんだけどみたいな、そういった垂れ込みがガーシーの方にですね、集中してしまうような気がします。老舗の出版社は結構そのファクトチェックとかですね、そういったことも含めて、割としっかりしてるんでしょうけれども、その分ですね、そのネタの解禁が遅れたりとか、あるいはですね、言うても会社なんで、有象無象の圧力がかかったりする。それがドバイにいる国会議員のガーシーに通用するかというと、多分通用しないということで、戦々恐々としてる、めくられる方々っていうのは非常に大変なことになるだろうなっていうふうに思いました。先日もですね、ガーシーの応援で、なんとYouTuber のヒカル君と青汁王子がですね、街頭演説をしててですね、政治家になるつもりがあるのかという話で言うとですね、まんざらでもないような感じでしたので、もしかしたら次の選挙にYouTuber たちがですね、退去して押し寄せるというような事態になるかもしれません。そうすると政党変わるかもしれませんね。今12歳の、例えば小学校6年生、多分 YouTube とかいっぱい見てる世代だと思うし、そのヒカル君とか青汁王子とかの YouTuber、 青汁王子の見ないかな、見てると思うんですけれども、そういった人たちがですね、6年でですね、18歳選挙権を持つんです。さらに言うと、今中学3年生15歳の子はですね、3年でですね、選挙権を持つということで、次の参議院選、衆議院選はですね、そういった方々、新しい勢力というのがドンと出てくるかもしれません。ということで、いってらっしゃい。